世界最高の野球プレーヤーを育て上げた大谷一家。今回はそんな大谷家の面白エピソードを50個紹介いたします。大谷は人兄弟の末っ子。エンゼルスでのベンチの様子を見ていると、チームメイトにたくさん可愛がられていて、末っ子のような感じも見られており、納得がいく。子供の頃の大谷は家の中では末っ子ということもあり甘えん坊で、7つ上の兄、龍太さんが可愛がってくれていた。そんな大谷の末っ子がわかるエピソードが、それは2つ上の姉、ゆかさんが両親に怒られているのを見た時のこと。末っ子ということもあって大谷は要領がよく、姉が何かして怒られていると、それを見て自分はやらないようにしていた。少年時代の大谷はお年玉をもらっても、その時に使う予定がなければ、持っておいて、と両親に渡していたらしい。大谷は生まれた時は、全 400g もあった。しかしずっと身体の線は細かった。その理由としては、佳代子さんは幼稚園から帰ってくると友達と遊びに出かける。そこから夕方に帰ってくると、夕飯を食べる元気もなく翌朝まで12時間以上寝ていることが週の半分以上あったことを挙げている。よく寝ていたためか、身長は中学入学時には166センチもあったそうで、父哲さんは大きくなりすぎると動きが鈍くなるのでは、と心配していた。両親から、あれしなさい、これしなさい、と言ったことはなかったそうで、両親の教育方針で気をつけていたのは、自分で決めること。自分で決めれば、そこに責任が芽生えるからという理由らしい。そんな両親の教育もあって、大谷は野球をするときも、自分から社会人野球経験のある父に、野球をやりたい、だから教えてほしい、と言ってきたという。日本ハムでも大谷には、特別な教育方針があり、寮から外出するときには、栗山監督に誰とどこに行くのか報告をするというルールがあった。大谷が将来欲しい子供の人数は、大谷が書いたという未来設計図に、28歳で男の子、31歳で女の子、33歳で男の子と書いてあることから3人、このような家族構成を望んでいる。この兄弟構成は、大谷自身の兄弟構成と同じ。大谷は、2つ上の姉と7つ上の兄がいるが、兄と姉が5つ離れているということ以外は、子供の頃からの環境は大谷にとって良いものだったのかもしれない。大谷家では、おはよう、おやすみ、ありがとうなどといった生活の中での挨拶を、両親がまずしっかりすることを意識していた。その証拠に、大谷が高校時代に作成した目標達成シートの行動目標の一つに、礼儀という項目がある。それらも踏まえて、現在の大谷の謙虚な姿勢につながっている。大谷家の夕食は、父親の帰りを待って、家族みんなで揃ってから食べることが日課だった。そして大谷家にはテレビは1台だけ、テレビは家族みんなで同じ番組を一緒に見ていた。両親が重視したのは、子供が安らげる空間を作ることで、両親の唯一の決め事は、子供の前で夫婦喧嘩はしないだったそう。大谷の前では、常に仲のいい夫婦だった。その居心地の良さからか、大谷が子供部屋を使うことはほとんどなく、勉強するのもテレビを見るのも、家での時間はずっと家族とリビングで過ごしていた。快適で楽しい時間を共有するため、とりわけ大事にしていたのが食事だ。夕食は5人家族が揃って食卓を囲む。子供時代の大谷は意外にも食が細く、トマトが大の苦手など偏食もあった。しかし大谷家では、両親がもっと食べろ、好き嫌いをするな、とうるさく言うことはなかったという。大谷の偏食については、佳代子さんは、給食で栄養士さんがバランスを考えてくれているので、大丈夫とおおらかに構えていたらしい。大谷家の休日に多かったのがホットプレートでのご飯。みんなで料理をつつき合うことで自然と会話が増えると考え、食事を楽しい時間にする工夫をしていた。両親の記憶によれば、幼稚園か小学校に上がったばかりの頃に、当時流行したハリー・ポッターのグッズをめぐって、大谷は珍しく泣きわめいたことがあったと話している。大谷家に残る映画のキャラクターが表紙に描かれた分厚いノートを見ながら、母は、確か表紙のところに買った当初から少しだけ剥がれちゃっていた部分があったんですよね。翔平は、それが気になるから自分で色を塗ってみたんですけど、思い通りにいかずにさらにおかしくなって泣いた、という意外なエピソードを明かしている。父が唯一、末っ子を本気の声で叱ったのはハリーポッターのノートで泣きわめいた時だけだった。そんな小さなことで怒るんじゃない。鉄さんが翔平に対して声を荒らげたのは、後にも先にも他にはなかったという。当の大谷は、その大谷家の事件を、全く覚えていないんですよね、と笑う。何のためらいもなく、あっけらかんとしたらしい。大谷にも怒られた記憶は残っておらず、お父さんから怒られたのは、グラウンドでの野球の時だけですね。家に帰ってからは、もうなかったと思いますよ、と野球以外で怒られたことがないらしい。反抗期という反抗期はなかったような気がします。わけもなく反抗したり、態度が悪かったということは特になかったと思います。それは翔平だけではなく、子供たち3人ともにそうでした。それぞれが自分の部屋にこもることもありませんでした。特別に家族みんながものすごく仲がいいというわけではないんですよ、と当時の家族について佳代子さんは話している。
ただ、たとえ同じ境遇で育ったとしても、それぞれの子供たちが持つ感性や過ごした時代背景、子供同士の関係性によって、人の個性や性格というものは多少なりとも変わってくるもの。大谷家の場合、龍太さんには実直で優しさに満ちた、まさに長男という感じで、長女のゆかさんには朗らかで寛容な印象を受ける。そして、兄と姉を持つ3番目には、やはり末っ子気質がしっかりと染みついているという。姉とは年が2つ違い、何を買うにも同じようなペースで大谷と姉に買ってあげていたが、先に姉に買ってあげた自転車を運動神経が良かった大谷がこっそりと乗ってしまったことがあった。すると大谷はどこかで倒してしまったのか買ったばかりの自転車のカゴを壊して帰ってきた。姉はカットして怒る性格でもないので、翔平壊しちゃったみたいな感じで言ったが、壊した本人も悪びれることなく、その時はしれっとしていたという。大谷の姉の結婚相手は、実は大谷と深いつながりがある、母校の花巻東高校の部長をしているさすがひろゆきさん。姉とさすがさんのキューピッドとなったのが大谷だった。大谷は野球一筋で生きてきたため、私服に関しては無頓着なことも多い。そのため姉が大谷の服を選ぶこともあったそう。もともと会社員だった父哲さんですが、大谷が小学2年生の頃に水沢リトルに入団すると、同時にコーチを務めるようになった。父は大谷に何かあった時には、こうした方がいいと話をしたらしく、車の中だと寝るし、話が伝わらないので、帰ってきて風呂の中でコミュニケーションをとっていた。和は、佳代子さんは、大谷がプロとして成功してからもパートを続けている。その理由は、自分たちの暮らしは自分たちで、という思いによるもので大谷に頼ることはしなかった。また、父親の哲さんも翔平が活躍するようになったからといって、子供に、ごめん食わしてくれ、とは言いづらいですよね、親として。と、同じように仕事を辞めるつもりはないと明かしている。また大谷は実家の建て替えをプレゼントしようとしたが、家族は、ちゃんと貯めておきなさい、とそれを断ったという。両親は大谷がスポーツの成績が良くても勉強がおろそかにならないように、たとえ勉強の成績が悪くても叱るのではなくテストのために勉強を行った姿勢を評価していた。WBC では大谷の両親や家族への取材は NG。その点、実際は大谷の家族も東京ドームに足を運んで観戦していたが、間違っても映り込んだりすることがないようお達しが出ていたらしい。その理由は、野球だけに集中してもらいたいという両親の切実な願いだったという。活躍して多くのファンに愛されているのはあくまで息子。自分たちは裏方に徹するという大谷家のルールだった。そして和は、佳代子さんは心配性であり、大谷が登板する試合は見ていられなくなり、外出している。父哲さんがコーチを務めた理由としては、長男、龍太さんが野球をやっていた時、仕事が忙しく、練習にも協力できなかったことが心残りだったそうで、大谷選手の時はできる限り協力したいと思い、コーチを担当したそう。哲さんは夜勤で残業がある時は、寝ずにそのまま河川敷に向かい、夕方までノックバットを振り、シニアの際は、休日に加えて、水木の平日練習もしていたそう。そんな大谷の野球としての技術は、すべて父から受け継いだと言われおり、大谷のバッティングの基本は父親によるものであり、今の大谷の打撃に十分貢献している模様。父哲さんは練習の評価やアドバイスを書いて、それに反省や課題を綴る野球ノートを大谷と交わしていた。いわゆる野球の交換日記で小学5年生まででに3冊になったという。これについて哲さんは、書くことによって頭に入る、褒めるのも文章にした方が良いんじゃないかと思った、と語っている。大谷家は父182センチ、母170センチ、兄187センチ、姉168センチ、大谷193センチと、全員高身長らしく、やはり身長は遺伝ということが証明されている。和は、佳代子さんはその高い身長を生かし、元バドミントンの選手で全国大会にも出場した経験があり、元日本代表の陣内貴美子と対戦したことがある。大谷は小さい頃、自宅前でバドミントンのラリーをしたり、母が所属するバドミントンチームに一緒に行くのが楽しみだった。兄、龍太さんが2018年、社会人野球の日本一を争う都市対抗野球出場の際に激励の LINE メッセージを送ったそうで、仲のいい兄弟として知られているが、7つ年が離れていることもあり、大谷の試合は一度しか見たことがないらしい。先ほど話題に出た大谷と父の交換ノートだが、大谷の父の教えは3つあり、1つ目、大きな声を出して、元気よくプレーする、2つ目、キャッチボールを一生懸命に練習する、3つ目、一生懸命に走る。これらの教えをノートのほとんどのページに書き込まれているようである。歌手星名由里さんが2023年7月30日、米大リーグエンゼルスの大谷の実家で社会人野球トヨタ自動車東日本の大谷コーチと一緒に写った写真をツイッターで公開した。星名さんは、やばい、やばい、やばい、大谷翔平さんのお兄さん、身長187センチ、かっこよすぎです。兄弟して素敵だなんて、トヨタ東日本にて社会人野球をされてるとか、モテるでしょうねー、と興奮気味の投稿だった。イケメンの兄だったが奥さんも、ミスコーチの美女だと噂されている。リトル時代のチームメイトの母曰く、小学校時代の大谷は、とにかくお母さんである、佳代子さんのことが大好きな子供だった。
友達同士でのお泊まり会は定期的に行われていたようですが、大谷がお泊まり会に参加したのはたった1回だけ。お母さんから離れることができなかったそう。小学生時代の試合で大谷がピッチャーで出場し、相手バッターに打たれてしまった際には、いつも試合を観戦してくれていた佳代子さんのもとへ大谷が駆け寄り慰めてもらっていた。子供の頃甘えん坊でママ好きだったんですかという質問に対して、大谷ハウンマザコンの自覚はないですけど、父が自分の野球チームの監督だったので、当時はお父さんというより監督という意識が強かったので、そういった面も含めるとお母さんの方が好きだったのかもしれないですね、と答えている。あるジャーナリストが大谷の両親と近しい人物に取材したとき、大谷の両親は女優と女子アナとは絶対結婚させないと言っているという意外なエピソードを聞いたことがあるらしい。このことについてネット上では、大谷2世のことを考えているのではないかと言われており、女性アスリートとの交際を両親は望んでいるのではないかという噂まで上がっている。今回は大谷家の面白エピソードを50個ご紹介いたしました。皆様はどのエピソードがお気に入りでしたか？コメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。